こんばんは、ナショメラです。今日はですね、新しくリミットバトル、第2弾がやってきましたので、これに挑戦したいと思います。突破、波紋教師の限界バトルの2ですね。実は、1にも挑戦したんですけれども、まあ、どうにもこうにも15手を切るのが限界でして、まあ、残念ながら、SSR、ディオは取れませんでした。SSR とか SR で、ディオは取れませんでした。まあ、船長とかの壁、接触で止まっちゃうのと、あと壁ダメージのあのね、猿さん、お猿さんがね、まあ厄介ですね。まあ、手数を稼がれてしまって、どうにもなりませんでした。で、今回は、上太郎がボスなんですけれども、まあ、比較的敵の構成が、リサリサの時には、よりに比べればだいぶ甘いので、結構チャンスあるんですよね。で、SS ランクに挑戦します。もう、今の時点で10手は達成しております。あと1手縮められれば、SR ディオが取れる。まあ、スピードブーストとかを持たれてる方だと、まあ、比較的これ楽にクリアしちゃうんじゃないかな、ちょっと思ってるんですけど、私は残念ながら持っておりませんので、まあ結構大変です。まあ、9手はね、もう10手ですら結構頑張った方だったので、なかなか厳しいですが、そうですね。まあ普通の限りをパートナーに連れて行きましょう。で、他のキャラを今回は連れて行かないで、ジョナサンだけで行きます。他のキャラがいるとかえって手数がかかって遅くなってしまうんですね。もうジョナサンの地下に帰ります。うまくいってくれればいいんですが、では参りましょう。まあ、SR リオはね、強いのでね、覚醒させたいですね。何枚も取って。まあ、ジョナサンの頑張りだけなんですよね。で、なるべく敵をどんどん出していって、なおかつ、そうですね、攻撃も加えるっていう感じですけど、これはどうしようかな。壁がね、壁の位置があんま良くないね。アブドゥルに攻撃した時に、壁についでに当たりたいんだけど、それが難しい。ですから、どうするか。何しろ9点にしなきゃいけないので、もう1手すら無駄にできないんですよね。ジョナサンを左側に出して、この壁を狙いましょうか。アブドゥルの弱点にうまく当たってくれればいいんですが。当たんないか。当たんなかったな。あ、でも弱点にこのまま当たってくれないかな。あ、当たった当たった。よし。よしよしよし。で、随時。で、この手数の時は、これも左と左下と真下に、出現ポイントがあるので、ちょっと下に出す感じで、もう全部踏めれば踏みたいと思います。これで1個。で、波紋でしょ？はい、2つ。2つだね。まあ、3つはそこまで踏めないですね。はい、出てきました。フォルホース。まあ、フォルホースは結構厄介です。攻撃力が上がるので。こいつの体力が見えないな。あとちょっと。まあ、5分の1ぐらいですか。で、どうしようかな。ジージーに攻撃すると壁は狙えないから、ちょっと困るなぁ。アブドゥルが1なので、アブドゥルも攻撃したいけど、アブドゥルの弱点が、ちょっと、リオの逆なので、難しい。ちょっと嫌だなぁ。右側に出しますか。いや、壁をやっぱ狙った方がいいだろう。こっちで出してこう。で、アブドゥルだなぁ。アブドゥルに当たるように、ちょっと薄めでいきますか。これで弱点に跳ね返っていってくれればいいんだけど。あー、ダメか。ダメだ。そして登場したのはルールですね。で、あー、ゼイジーも攻撃してくるのか。
あ、これディオさん危ないな。あー、ディオさんさよなら。まあ、これで一応、まあ、ジョナさんだけの戦いになります。ただ、あれですね、今、壁を叩いてくれたので、もう一体出てきたので、それはラッキーです。で、ジョナさんは結構体力があるので、簡単には死にません。さて、まあ、敵はワンサーといるんですが、壁がこことこことここなので、ちょっとジョナさんでは狙いにくい位置ですが、まあ、これ左に出していく感じで、こういう感じで壁を狙っていきましょう。まあ、ジージーは絶対倒せるので、ワンモア取れますね。で、この波紋も結構強いんですよね。ウンドゥールを倒しました。そして、ホーホースも倒します。いいっすね。そして、壁も当たって、スティーリーのダンも倒して、あと、アブドゥルだけですね。アブドゥル。あ、弱点もヒットした。で、アブドゥルも倒した。おー。おー。ゾンガイの戦果。で、ワンモアですね。下にちょうどあるので、あれを踏みながらズイズイに攻撃していく感じかな。いや、あえて攻撃しなくてもいいか、ここは。壁を狙って、二人出しちゃいましょう。こういう感じで、こことここに壁があるので。で、まぁ、ズイズイも攻撃がこれで当たるので、まあいいでしょう。あ、ちょっと見にくいな。開いた時にちょっと見にくくなってるね。これじゃあ厚い。薄いか。これぐらいじゃないとダメだ。で、波紋で一応ジージーが出てくるので、あー、ちょっと厚すぎた。あー、最初まで良かったな。これだと1体しか出ない。はい。で、これは弱点をつかなくてはいけません。今、ジージー弱点つけなかったよね。ちょっと覚えてないけど。あ、弱点入ったか？なんか入ったような感じでね。感じがするな。まあいいか。あと6手なので、6手であのボスまで6体出さなきゃいけないので、これは出していきたいですね。まあこうかな、やっぱり。真下の方から出していこう。で、弱点もこれなら当たるはず。うん、当たる。そしてもう一体出す。もう一体ぐらいなんか、新しい壁のところに出てくれればいいんだけど。あ、いけ！あ、ここにあったけど、届かなかったか。で、セペリと、ジョナサン、ホルホースが出てきました。これは、まあ、一番厄介なのはセペリさんなので、セペリさんをなるべく先に倒したいですね。で、残り5手か。敵が、敵をここでいっぱい出したいけど、壁が、こことこことここなので、ちょっと難しいかな、これも。あ、ちょっと充電は、電池が足らなかったですね。ここをこう行って、こう行って、あー、無理だよな。まあ、セペリさんを倒しに行きましょうか。横に出せば、もしかしたら2体出せるかもしれませんしね。ホルホースに薄く当てながら、セペリさんを倒していきます。あー、ダメだな、これだと。1体しか出ないか、出ないよ。まあいいか。しゃうな。で、セペリさんがホルホースを回復してしまいますが、まあこれはしょうがないでしょう。で、ジージーが出てきましたね。で、あと1体なんですね。あと2か。2か、2か、2か。で、5ターンね。北風がバイキングを作られるのは嫌だけど、まあちょっとホルホースとジョナサンが両方とも1になっちゃったので、弱点をつきたい。右からこう回してきますか。そうすれば弱点に当たるような気がします。で、これで弱点、バイキングを作っちゃったので、ジョナサンを倒したいです。まあホルホースはこれで弱点をつけました。あ、ジョナサン倒せないかな。で、ジージーも、あ、もう一人出せた、しかも。いいね。これでジョータローが出てきます。あ、おー、壁波紋で倒れたわ。ジョナサンを倒せましたね。
で、これはもう、セペリさんがすごい厄介なので、セペリさんを倒しながら、ジョータローの、弱点を突きたいですね。まあ、あと4手か。まあ、これはね、どちらにしてもセペリさんを倒さないと、ジョータロー回復されちゃうので、攻撃します。うまくジョータローの弱点に当たればいいんだけどね、攻めながら。厚くいった方がいいかな、ちょっと。これだとジョータローの弱点に当たる可能性がある。いいね。よし、当たった。そして壁に当たっちゃうけど、とりあえずね、セペリさんがまた出てこなければ OK ですよ。いいですね。あ、いいよ、いいよ。そのままどんどん与えたい。あ、でもセペリさんが回復しちゃうんだった。とりあえず。ここはいくら与えてもしょうがないんだね。はい。で、上演がジョナサン。はい。本当はこの、コマンドスキルを使いたいんだけど、ちょっと割れちゃってるんですよね、位置が。もうちょっとくっついていってくれないと、このジョナサンのコマンドスキルはフルの威力を発揮できないので。まあ、そこは残念ですね。まあ、しょうがないので、右下に出して、このジージーの弱点を狙いながら、左上に抜けていきましょう。これでちょっとジージーが弾けるはずなんです。はい、いいですね。はい、いいよ。あ、弱点当たんなかった。しまった。で、北風がバイキングを作っちゃったんで、あ、でも、まあ、ジョナサンを倒したので大丈夫か。で、ジージーが、あーっと、スマッシュ。で、ジージー攻撃来るかな？あ、来ないか。残り3手。で、ジョータロの体力があんな感じなので、これ、まあ、もうちょっとくっついてほしいなぁ。でももうちょっとコマンドスキル出した方がいいね。もう3手しかないしね。どういう風に押していきましょうかね。普通にジョータロを攻めながら当てに行きますか。ジージー。ジージーあと1なんだけどね。まあでもジージーの一発じゃ死なないと思うので、ジョータロ攻めましょう。で、ジョータローがちょっと弾けるね。で、ネーナに行って、戻ってきて、ここだ！あ、これだとでもジョータロー弾けるだけだから無理かな。はい。で、ツペリーさん、あー、そうだ、またツペリーが出てくるんだけど、最後。あー、これはいかんな。これ、セペリーを倒さないで、セペリーを倒しちゃうとまた回復されちゃうから、セペリーを攻撃する暇はない。もう、ジョータロー落としに行きます。ストレートに。セペリーさんが死んじゃったらアウトですね。まあ、幸い壁際にはいないので、助かってますけど。そのまま、ジョータローを攻める。ジョータローを攻める。いいよ。ちょっとスマッシュしとこう。あ、これいけるね。次で、ジョータローにコマンドスキルを当てればいけそうな気がします。倒せるはず。これで一応だけどどうしようかな。まあ、ツペリーに回復されたら終わりなので、ジョータローを倒しきらない限り、切らなかったら負けですね。大丈夫だよな、これいけるよな。ジョータローを少し削ってからコマンドスキルを打ちましょう。壁を伝わる波紋。で、削る。削る。削る。もういけるか。これでいいでしょ。うっしゃーと。で、ジョータローが沈みますね、これで。いやー、一手余ったね。意外に頑張れました。はい。まあ、こんな感じで一応ジョナサンだけでも、まあ、なんとか倒せましたね。
よし、それでいい、それがベスト。これがね、なかなか名コメントですよね。まあ、上太郎の空城九太郎もかなり面白いですけどね。ウィズアールディオを獲得しました。で、これは、メールのところに来るのかな。で、メールで開けると、そのまま魂の覚醒しちゃうんですかね。ちょっとやってみましょうか。ウィズアールディオを取ってみましょう。どうなる？あ、なりますね、やっぱり。アビリティレベルが上がって、なおかつ、まあ、結構ステがやっぱ上がりますね、最初の覚醒なので。移動距離も2アップと。なかなか。あ、魂のチップもゲットと。魂のチップはまだ、こう、何に使うのかが出てないんですけど。で、これで終わりですよね、当然。SS で終わりだと思うので。あ、おっとっとっと。あ、まだ見えないんだ。回復しないと無理な。まあいいや。というわけで、ハッテル一応倒せたのかな。まあ結構うまくいきましたね。で、ジョナさんが、イサリサの時は全然勝てなかったんですけど、ジョナさんが結構ある理由で強くなったんですよ。リサリサの後に。その理由がですね、このアビリティですね。この上から二つ目。ちょっと見にくいかもしれませんが、波紋の教えプラス1。で、これが、セペリさん。ウィル・エー・セペリの、この SR のウィル・エー・セペリの技なんですけども、弱点に当たった時に、自行動で 150% ダメージがアップするという。これが非常に強いんですね。波紋とかの、壁から波紋が伝わったあの威力が大幅に上がってしまうので、非常に倒しやすくなってます、敵が。なので、この、スターダストリング100個で何とか取ったんですけども、これが非常に役に立ちました。実はね、もう一回このウィルエーセベルを取って、このアビリティを上げたいぐらいですよね。最近、友情フレンドガチャから、結構 SR が出まして、カメオとか、あと、アラビアファッツが出てます。とはいえまだ全然戦力になってないんですけど。まあ、といった感じで、リミットバトル、空城城太郎編でした。ご視聴ありがとうございました。